立憲民主党の蓮舫議員が、福島第一原発の処理水海洋放出を受けた中国の対応に言及したとのことですが、どこの国の人間かもわからないような蓮舫議員にツッコミが殺到し大炎上しているようです。蓮舫議員の日本人とはとても思えない発信内容、中国国内の原発処理水のずさんな対応、中国出身の評論家による中国への強硬な対応策など、ネットの蓮舫議員への辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。立憲民主党の蓮舫議員が自身の X、旧 Twitter を更新。日本政府による福島第一原発の処理水海洋放出を受け、中国が日本産水産物の全面禁輸措置を取ったことに言及。我が国の水産物輸出量、輸出額の推移などの図表を貼り付けた上で、国税関当局による日本の水産物検査厳格化により、鮮魚などの輸出が実質停止。国内水産物市場の縮小から輸出の大幅拡大を図ってきていて、昨年の日本水産物の対中国輸出は871億円。香港へは755億円。全体の4割を超える。国内外の理解、経済への影響ともに不十分な岸田総理の判断。放出前に国会審議をと書き込み、中国への批判より岸田総理の判断に疑問を投げかけ批判しました。ニュースを深掘り。というわけで、蓮舫議員が原発処理水の海洋放出を受け、中国が日本産水産物の全面禁輸措置を取ったことを批判せず、岸田総理の判断について批判したということでしたね。この蓮舫議員のポストには、なんだお前は中国側なのか？審議をしたところで、まともな審議ができるんですか？ 12 年間、あなたは何をしていたのでしょうか？いずれ放水することは予見できていなかったのですか？日本人の税金で生活し、日本の批判しかしない。日本国民に対して、感謝はないのだろうか？といった批判が殺到しています。そもそも、中国が国内で運用する複数の原子力発電所も、東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出の年間予定量と比べ、最大で約 6.5 倍の放射性物質トリチウムを放出していることが分かっています。日本政府が中国の原子力エネルギーに関する年間や原発事業者の報告書をもとに作成した資料によると、2020年に浙江省新山第三原発は約143兆ベクレル、21年に広東省陽江原発は約112兆ベクレル、福建省寧徳原発は約102兆ベクレル、遼寧省本安府原発は約90兆ベクレルのトリチウムを放出していました。東電は、福島第一原発の年間放出総量を22兆ベクレル以下に抑える計画で、放出後のトリチウムの濃度は、世界保健機関 WHO などの基準をはるかに下回るとしています。それでいて、中国政府は、福島第一原発の処理水放出を一方的に強行しようとしていると反発し、関西メディアも連日、日本は世界の海洋環境や公衆の健康を顧みない共産党機関紙人民日報などの主張を展開していました。しかも日本政府関係者によると中国は自国の原発のトリチウム放出について周辺国との間で合意はなく説明もしていないということです。このように科学的根拠もなく理不尽な反日カードを切る中国に対し、蓮舫議員は何も批判せず、岸田総理の判断を批判するのは、どこの国の政治家なのか、あまりに疑問すぎて開いた口が塞がりません。立憲民主党では、泉代表も中国の措置に対し、もう本当によくわからない措置になっていると語り、科学的根拠や冷静さを欠く措置だとして強く抗議するし、中国政府は速やかにこの措置を撤回すべきだとしましたが、おそらくは言いっぱなしの単なるパフォーマンスに終わるのが目に見えています。一方で、岸田文雄首相は24日夜、外交ルートで中国側に即時撤廃を求める申し入れを行った。海洋放出の影響について、科学的根拠に基づいて、専門家同士がしっかりと議論を行っていくよう、中国政府に強く働きかけていくと強く反発していますが、ある日本のメディアは、冷静に振る舞う岸田首相にもっと怒りを見せるべきではないかと提言しています。それによると、中国は水産物だけでなく、日本の食品や農産品の放射性物質汚染のリスクを注視しているとし、日本から輸入する食品への監視を強化する措置も取ってきた。中国に便乗するような一部メディアもあるが、科学が風評に負けるのは国辱であり、風評被害が拡大するだけだとし、第一原発が放出するトリチウムの濃度は、国の規制基準の40分の1、世界保健機関 WHO の飲料水基準の7分の1に希釈する。今年度放出する総量は年間22兆ベクレル未満で、中国、新山第三原発の約143兆ベクレル、2020年。韓国、オルソン原発の約71兆ベクレル、21年と比べると極めて少ないと指摘しています。また、中国にどう対応すべきかについても、評論家の石兵氏の中国産農産物の輸入を禁止すべきだ。これは、日本国民の命を守る好機である。中国の高地や水は農薬の過剰使用で汚染が深刻だ。中国国内で買った野菜は最低でも数時間水につけるのが常識。そんな農産物を輸入することこそ大問題だった。禁輸は物価高騰を招くとの指摘もあるが、台湾や東南アジアなど日本に友好的な輸入元はある。中国の嫌がらせを逆手に取り、食の安全を確保できる機会だと語ったことを紹介しています。いずれにせよ、中国に利することしかしない。相変わらず正体を隠さず、わかりやすい蓮舫議員。日本にとって百害あって一理なしの蓮舫議員は、一刻も早く日本から追い出すことが、日本の国益に何よりかなうのではないか。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。都民はいつまでこんなのに投票してるのか？不思議でしょうがない、何でも反対、反日しかしない議員にいつまで投票してるのか。小池も同じ、都民には日本人がいなくなったのか？また、日本差別構文をまき散らしてたんですか？包括的で、なく一貫性もないダブ下だらけの理論というのは、茶化しているという行為でしかないので、軽視で良いと思います。相変わらずわかりやすい議員。中国に利することしかしない。多くの日本国民にとって必要としない国会議員です。蓮舫は何にでも噛みつかなければ生きていけないのでしょうね。正直この人の噛みつきとブーメラン芸にはもう飽きました。どうぞ思う存分噛みついてください。蓮舫の言うことなど誰も相手にしてませんから。そんなに放射能が心配なら、日本への旅行も禁止すべきなのに。最近中国人は、日本へ来て、海産物いっぱい食べてますけど、蓮舫さんそこは気にならないんでしょうか？震災当時政権取ってたのはどこのどいつだよ。責任放棄した挙句文句かよ。誰かがやらんといけないことを現政権がやったんだよ。いちいち口を挟むな。面と向かって罵倒したいね。本当に、生産者のことを思うなら、政府の方針を科学的に検証すべきだ。自ら風評被害を演じる政治団体。もう、最近は正体を隠さなくなってきたね。一国民としてはありがたいことやけど、どういう勢力とつながりがあるのかを見える化してくれれば、選挙の時の判断材料になるし。工作員だろこの人。そういえば二重国籍どうなってましたか？何でもかんでも、ただ単に与党を批判するだけしか能がない野党は不必要。批判するところは批判し、賛成するところは賛成する。なぜそれができない？そもそも、日本を守る政党じゃないし、蓮舫議員に何を期待してるの？そこに所属する議員なんてこんなものでしょ。限界に近い汚染された処理水そのまま放置しておくのだろうか。批判ばかりしてないでそれに代わる代替案を出せよ。最善にないにしろ何か手を打たないと、うだうだ口や X ネットで批判ばかりやってりゃ何も解決しない。まああなたなら言うと思ってたけど、審議をして解決できるんですか？では、立憲民主党ではどんな策あるんですか？あるのなら、なぜそれをこれまで出さなかったんですか？どんなに考えても、これが一番いい解決策と思いますが、風評被害や反対国対策は政治家の仕事と思いますが、他の対策もなく審議をしても無駄と思う。ええぞ。そうやって、あさっての方向で騒いでくれると、また、支持率低下や極左化が進行するからな。どんどんやってオワコン化お願いします。前の感想。このニュース。あなたはどう思われましたか？蓮舫議員の立ち位置が、よくわかる発言であり、こんな人物は、日本の国会に送るべきではないと言わざるを得ないですよね。そもそも、放出前に審議をと蓮舫議員が語っていますが、審議をして解決できたのでしょうか。何年も前から言われていたことであったのに、立憲民主党では、どんな対案を出したのでしょう。何の対案も出さず、感情的に反対批判し、それ見たことかと、中国の日本に対する措置を、さも当然と言ったように紹介し、岸田首相の判断がおかしいと批判する。もはや頭がおかしいとしか言いようがありません。そんなに日本が嫌いで、なんとか日本を貶めたいと思っているのであれば、どうぞ、一刻も早く日本から出て行ってもらって、あちらの国から、ガンガンと、日本の対応を批判すればいいではないでしょうか。もちろん、多くの日本人は、中国人、蓮舫の批判など、どこ吹く風に完全に無視でしょうが、日本にとって、必要のない立憲民主党とかいう、政党も、この際とっとと潰してしまった方が、日本の国益にかなう最善の策だとも思っているのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターのまいです。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。